はい、役作りで何か気をつけていることとかありますか？いや今回の、新北斗無双っていうのは、はい、原作を知らなくても北斗の拳のストーリーが全部わかるっていうぐらいのボリュームで作ってるんですよ。だからそれぐらいのやっぱり分量なんで、まあケンシロウだからね、言うてもケンシロウって無口なキャラクターだから喋んねえだろうなと思ってたら、僕収録3日かかりました意外にいる、たくさんあったんですね。そうです、大体はい、よく喋る恋愛ゲームとかって2日ぐらいで撮っちゃうんですけど北斗無双はなぜか3日かかったんですよね。それより多かったんですね、まあ、主人公ですから、びっくりしましたねあれ、はい、でも楽しかったです。収録の時はやっぱり原作に割と忠実に作ってるので、原作の漫画を持ち込んでそれで確認しながら収録とかしてて結構時間かかったんですけど、すごい楽しい作業でしたね。はい、ですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、伊藤さんはいかがでしたか？はい、前作はちっちゃいりんちゃんだけだったんですけど、はい、今回は、大人なりんちゃんも演じさせていただいて、はい、あれも緊張しましたね結構。そのあたりのやっぱり声の使い分けとかっていうのも難しいんじゃないですか？なんか性格的にはそのまままっすぐな子なので、はい、大人になっても、突き進んでいっちゃうような子なので、はい、なんかそこまで声を変えるっていうところは意識しないで、なんだろう、一回り大きくなったらいいなと思って演じました、はい、ちょっと強くなれるように演じました、前に詰めていただきたいと思います。大変多くの方にご覧いただいてますので、少しでも多くの方がご覧いただけるように、はい、たくさんの人にこの伊藤かなえを見てもらいたいんです、はい、今回のね、見えてますかね、こんな伊藤さんなかなか見られないですからね。なかなか見られないですよ、はい、この伊藤かなえはね、なかなかスケジュールも取れないです、はい、皆さんご協力お願いいたします。そういう内情はいいです、はい、さあさ, あ さ, あさてさて、はい、お二人は原作、はい、小西さんは特にもうね世代だと思いますの です、ね、好きなキャラクターとか、僕そうですね、教えていただけますか？はい、僕はまあ今回出てきてるんですけど、はい、シャチがすごい好きなんですよね。おお、シャチ。そうですか。シャチとかアインとか、なんかちょっとああいうキャラクターが好きなんですよね。なんか男臭いっていうか、なるほど、なんか一本通ってて自分をこう犠牲にして前に進んでいくみたいな、ああいうキャラクター好きなんですよね。はい、だから楽しみです。でもケンシロウはちゃんと好きですよね。ケンシロウはまあ3番目ぐらいです、一番好きです。いや一番好きですよ、だって。そうですよね、はい、そうですね。昔なんかねこうふざけてよくいろんなこうアニメとかのモノマネとかしてみんなで遊んでたんですけど、トキやってる関智一さんによく言われてたのがなんか小西くんがねこうモノマネとかして遊んでたのを知ってるから、実際ねこうやって収録してるのを見てるとちょっとなんかこう恥ずかしくて笑えてきちゃうっていうような。なるほど、昔はごっこ遊びとしてやっていたのが。そう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 、そうなんですよね。そんなこと昔してたんですよみんなで、そうなんです。なるほど、はい、伊藤さんはねお兄さんがね、はい、まさに世代だとおっしゃってましたが、はい、今回読んでみて、はい、何か好きになったキャラクターとかいますか？ケンシロウはもちろん好きなんですけど、はい、恋愛的にあ、そういう意味じゃなくてそこはもちろんということで、はい、けどバットが気になります。バットがバット好き。バットとケンシロウどっちが好きなの？リンの方が好きですそこはやっぱりうまいこと、そういうことばっかり覚えて違う、なんかうまい感じでね、はい、バットもどういうところ好きなんですか？なんか一緒にいる時間が長かったからですかね、こう演じていて、なんかいつもそばにいてくれたので。なるほどね、お母さん的な感じで見ちゃうってことねそうですかねやっぱり違うよ、ね、結構思い入れが強いキャラクターというわけですね、はい、ありがとうございました。さあではではここで、はい、今回お二人には実際にゲームをプレイしていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか？はい、任せてください、はいはい、お二人とも僕は任せてくださいなんですけど、はい、伊藤さん、かなえちゃんゲームやりますか？いや、今日は鍛えてきたのであ、マジで？あ、鍛えてもね、強く、はい、強いと思います。頑張ります。なるほど、頑張ってください、はい、交代でプレイしていただきますので、ゲーム機の前にお願いいたします。まずは伊藤さんからチャレンジしていただけるということですね。はい、今回は私有コーナーで、はい、お客様にプレイしていただいているものと同じものをご用意しております。はい、
恋沼プロデューサーには解説していただきながら、わかりました、はい、ゲームを進めたいと思います。初級者向けと上級者向けで、はい、今回デモ用意してるんですけれども、はい、最初はゲーム上手なアコニさんだから、はい、上級者向けがいいかなと思ったんですけども、はい、上級者向けの方はちょっとリンが出てないので、あー、なるほど。今回はですね、ジード来週の、はい、まあ、原作でいうといわゆる1目、はい、1話目あたりのところですね、はい、こちらの方のデモを使ってプレイしていただこうと思います、はい、なるほど、リンちゃんが出てくるステージですね、はい、そうですね、はい、さあ、ご準備の方はいかがですか。あ、今準備してらっしゃいますね。小西さんの方はゲーマーでかなり自信があるとおっしゃってましたが、楽しみですね。そうですね、はい、バッチリという合図が出てます。完璧です。完璧ですか。伊藤さんがピンチになったら助けて。かなえちゃんはまずこの画面からどうやったらゲーム始まるかが分かりません。フォローしてあげてください。お願いします。丸、丸ですか。スタートボタン、あ、スタートボタンを押す。スタートボタン押せって書いてるでしょ。これ Z 来週ってねして下のになったらすごい。そう、スタート。微笑ましい図ですね。あ、丸だ丸だ丸。丸ちょっとスタートするまでお待ちいただければ。もう始めちゃってますけどいいですか。え、これ始めていいですか。始めます。始まりました。はい、最初はこういったシーンから始まるんですか。これは実機イベントシーンから始まります。まだまだ、はい、ここは、まあ、ムービーパートですね。はい、はい、そうです。これでどういうストーリーかっていうのが分かるんですね。なるほど。で、ここからゲームの方に入っていくという。はい、はい、伊藤さん目が真剣ですね。俺たちをチートとしてることか。これ四角が攻撃ね。そう、はい、そう、そうですね。四角が四角、通常攻撃ですね。かなえちゃんね、三角が強攻撃になります。スティック、下の方にスティックみたいなのが、スティックみたいなのが2つついてるんだけど、左方の方のスティックです。動くから。これはまるで、あ、そうそうです、そうです、そうです。逃げてー、逃げちゃダメよ。逃げてー。戦っ、あ、かなえちゃん、ここはね、下の方に80分のいくつって書いてるでしょ、はい、それね、80体この雑魚を倒せっていうミッションだからね。はい、はい、四角ボタンで攻撃をして、とりあえず逃げてから、逃げてから敵を集めて、そうです、四角ボタン、四角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 、あ、そう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 、四角、四角、ごめんなさい、ごめんなさいじゃないよ、ごめんなさいじゃないよ、こういうゲームだから、こういうゲームだから、四角、四角、ごめんなさい、こういうゲームだから、ごめんなさい、大丈夫、大丈夫、悪くない、悪くない。もっともっと。もっと。かなえちゃん、まだ1分経ってるのに10体いってないからね。やばい、やばい、どうしたら、頑張ってください。頑張って。もっと強くなります。頑張って。四角、四角、四角。あとね、四角を3回ぐらい押して、はい、三角ボタンを押すと、三角。すごい、ほら、すごい出た。もう、これでございます。小西さんの解説が的確ですね。あ、すごい、怖い。すごいですよ。四角、四角。もう、無双はやりまくってますからね。あ、かなえちゃん、あんまり逃げたらね、ワイヤレスの受信機が落ちちゃうから、テーブルから。ちょっと画面見て、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 このちょっと慌ててゲームやってる感じもすごく可愛らしいですね。そうですね、そうそうそう、簡単に言うと、初めて近い使い屋さんでもこうやってできる。本当にそうですよね。上手、上手。これで操作に慣れて、この倒していく爽快感というのをね、楽しんでいてほしいですね。あと今ちょうど、まあ、そうですね、必殺技ゲージが溜まりましたので、はい、丸ボタンを押してもらえると、はい、お、すごい、お、出ました。残念ながらこんなにいっぱいいるのに敵2人しか倒せませんでしたね、今ね。まあでも倒しましたから。小沼さん、はい、今の必殺技は、まあ、はい、大根の100列拳ですね。おー、はい、出ましたね。ちなみにかなえちゃん、下にあるね、バツボタンっていうのを押すとダッシュします。そうですね、前作はジャンプだったんですけども、こちらの方はダッシュ、もしくは攻撃を受けた時に回避行動を取ることになります。はい、あれですよね、緊急回避みたいなもの。そうですね、はい、結構スウェーで無敵状態になれますので、スウェーした時後に攻撃ボタンを押すとまた攻撃できますので。なるほど。あと半分、あと半分、あと半分だよ。四角、四角、三角。クリスさん、いつ丸ボタン押せばいいですか。丸ボタンはね、まだ押さない、もうね、押さないで。もう押さないで。